ケンジさん、外の窓拭いたよ。あ、ありがとう。今度はそこの棚の上拭いて。うん、わかった。さあ、前の人が出てって2年ぐらい経つじゃん。ああ。だから多少はガタきてるとこあるんじゃない。まあね、すごいね。ね、吹いちゃう。でもさ、こんな都心に近いところでこれだけ広いお部屋に格安で住めるんだもん。多少のことは我慢しなくちゃね。まあね、貸してくれた部長に感謝だよね。これって前の人のだよね。捨てちゃってもいいのかな。ああ、これさ、部長のおじさんのコレクションなんだって。だからこの場に置いといてくれって。分かった。結婚式終わってさ、家もまだ落ち着かないけど、やっと愛と夫婦になれたって実感してきた。うん、私も。俺のことを選んでくれてありがとう。急にどうしたの。いや、こんなさ、いらっしゃいんで見た目も大したことない俺だけどさ、愛と結婚できて夢みたいだよ。ケンジさん、そういう素直なところ大好きだよ。だから私結婚したんだよ。ありがとう、愛。よし、区役所行ってくる。2時間ぐらいで戻るから。うん、じゃあお掃除しておくね。うん。ああ、でも今晩寝るスペースぐらいは確保しないとね。ああ、そうだね。うん、俺も帰ってきたらやるから。うん。うん、じゃあ行ってくる。うん、気をつけてね。また後でね。はーい、行ってらっしゃい。うん。よーし、頑張るぞー。うんうん。ご無沙汰しております。元気そうだね。どうだい、掃除は進んでる？まだまだなんです。あ、どうぞ上がってください。よいしょ。部長、本当にありがとうございます。こんな素敵なお家貸していただいて。いやいや、おじが田舎にリタイアして持て余してたんだ。君たちに住んでもらって助かってるよ。ありがとうございます。お茶入れてきますね。はい。今日は聞きたいことがあって来たんだ。何をですか。どうして僕を振ったのか、そして逃げるように結婚したのか、それがどうしてもわからないんだ。教えてくれないか。もう済んだ話じゃないですか。君は私の告白を断り、会社を辞め、あの能なしと結婚した。なぜ君は不幸になる道を選んだんだ。能なしって、あ
なたの部下じゃないですか。あいつはにやけるしか能のない、ただの小心者だ。君にひもじい嫁をさせたくないから飼ってるだけだ。そんな、ひどい。僕は君を絶対に不幸にしない。あいつといたら不幸になる。そのぐらいわかるよね。私は本当を愛してますから。あいつが僕より優れている理由、それ教えてくれないか。俺は君の夫として完璧なのに。セックスか。え、収入も体も完璧なのはあいつより俺。僕はセックスか。違います。本当はちゃんと君と結ばれたかったら、もう時間はない。君に僕の愛を。ねえ、部長。役所ついてたよ。思ったより早く終わったよ。さあ掃除するぞ。あ、佐山くん、お邪魔してるよ。あ、部長いらしてたんですね。何せ2年も空き家だったからな。どこか不具合がないかと思ってな。ああ、いや、格安で貸してもらってるんです。なんか不具合あったら自分たちで何とかしますよ。あれ、愛はいませんか。ああ、ちょっと2階を掃除してるみたい。いや、もうこんなことしないでください。あ、部長、せっかくですしご飯食べてってください。寿司でも取りましょう。ああ、お言葉に甘えようかな。戸川部長は私の OL 時代大変お世話になった上司でした。同じ部署だった今の主人の健二さんと結婚を機に退社をしようと考えていた時、突然告白をされました。私は丁重にお断りをして、部長も納得してくれていたと思っていたのに、まさかこんな行動に出るなんて思ってもいませんでした。今はただこの嵐が過ぎ去るのをじっと待つしかありませんでした。いや、何もかも部長のおかげですよ。本当に部長は僕の恩人です。ありがとうございます。いや、君には期待してるんだから、上司の僕が世話を焼くのは当然だよ。ありがとうございます。これから部長の右腕になれるように頑張ります。ありがとう。ちょっとトイレ借りるよ。あ、はい。これから頑張るぞ。そろそろ失礼するよ。え？もう少しいいじゃないですか。ワインもありますし。いやいや、
新婚さんの家に長居するのは申し訳ない。まだ残した仕事もあるんだ。ああ、そうですか。今日は会えてとても良かったよ。ありがとうございます。仕事も家もうまくいってる。人生の頂点って今なのかもな。愛、俺子供欲しいな。愛、愛してるよ。ケンジさんを受け入れることができませんでした。私はケンジさんへの申し訳ない気持ちと、少しでも部長の愛部に体が反応してしまった自分への軽蔑の気持ちで眠ることができませんでした。じゃあ行ってくる。うん、行ってらっしゃい。気をつけてね。うん。やっぱり君は不幸せだ。放っておくわけにはいかないな。どうして君はあいつを拒んだ。どうしてそれを。君のことなら何でも知っている。愛してるからね。私はケンジさんを愛してます。君は僕の本当の愛に触れて怯えた。そして目をそらしただけだ。でも心の中では僕のことを愛してる。何言ってるんですか。お願いです、帰ってください。深くつながれば完全に理解できるよ。君を幸せにしたい。本当に幸せにできるのは僕だけだ。あいつは私の持ち物だ。私の気持ち次第でどうにでもなるんだよ。
あ、もしもし、佐山君、もう出社した？あ、部長、おはようございます。はい、今社に向かっているところです。あと10分ほどで到着します。そうか、私はちょっと用事を済ましてから行くんで少し遅れるよ。あ、了解しました。佐山君、君を見込んで来月の競合プレゼン、君にリーダーやってもらおうかな。本当ですか？ぜひやります。やらせてください。頼んだよ、我が社のエース。あ、はい、期待に添えられる。もう準備できた？何？何ぼーっとしてんだよ。旅行、明日だろ？あ、ごめんなさい。そうだったね。温泉でも入ってさ、ゆっくりしてさ。あ、子供を作らないか？え？そうだ、ケンジさんとの間に子供ができてしまえば部長も諦めてくれる。私はこの考えに救いを感じました。うん、分かった。うん、向こうの貸別荘はさ、天気がいいと富士山がよく見えるんだって。あ、なんていうところだっけ。富士マウントビューロッジだよ。都会を離れてさ、ゆっくりしようよ。うん。なんかね、本当か夢みたい。大綺麗。ああ、やっぱ田舎はいいな。うん。結婚式から忙しくてどこも行けなかったから、これが俺たちの新婚旅行だね。うん。ありがとう。さすがに冷えるね。そうだね。俺ちょっとトイレ行ってくる。いいところだ。ずっと君とこういうところに来たいと思ってた。どうしてここが？休日のドライブをしてたら偶然君を見かけた。ほら、神様だって僕らを祝福してるよ。これはね、決められた運命なんだ。主人がいるんです。誤解されたら困ります。帰ってください。僕たちは離れない、一生ね。Thank you.
って綺麗だよね。すごい素敵。そんなに気に入ったの？ほら、子供の教育にもいいかなって。そうだな、俺が出世したらさ、別荘買ってやるよ。うん、ありがとう。ずいぶんはしゃいでるじゃないか。そろそろ僕が恋しくなってきたんじゃないか。不法侵入です。私たちの別荘から出てってください。愛のためなら何だってする。この前の僕たちの行為、あいつに全て話そうか。ひどい。気の弱いあいつのことだ。真実を知ったらショックで自殺するかもな。やめて。アイ、どこ行ったの？アイ。黙ってるか、あいつに真実を伝えるかは君次第だ。アイ、どこ行ったの？散歩？どこ？アイ？どこ？愛してるよ。はい。アイ、どこ行ったの？アイ。精一杯でした。どうしたの？いつもより飲むね。そうかな。あ、空気が美味しいからつい飲みすぎちゃうのかな。あ、ほら健二さんも飲んで飲んで。ありがとう。今日はもうとことん付き合っちゃおうかな。本当？うん。ほら、飲んで飲んで。うまい。あ、もう一杯飲む？おう、ありがとう。
僕が来てからこいつと一度もセックスしてないじゃないか。近づかないで。僕を愛し始めてる証拠だね。嬉しいよ。君と僕は運命が結びつけた。彼はただのイレギュラーだ。そんなことない。その濡れた瞳、僕を求めてるのが分かるよ。心まで奪われてしまいそうです。また来ようね。うん、どうしたの？ううん、何でもない。行こう。うん。私も愛してます。やっと正しい道選んでくれたね。